行列ですね、16ページからやりましょう。まず、行列のワットスカラー倍の話です。まず行列の定義は、多分数学リテラシーの授業でも出てきたので大丈夫だと思うんですけれども、一応 M と N を自然数として MN 個の数っていうのをこう並べたもの、これを M 行 N 列の行列というということですね。で、あと MN 行列とか M×N 行列とも書きます。それからあと正方行列という定義もありまして、特にこれは行と列の個数が等しい場合ですね、 NN 行列のことを N 次正方行列または N 次行列と呼びます。で、この行列の書き方なんですけれども、いちいち成分を全部書き出すというのは面倒ですから、こういう書き方をよくやります。まあ、行列自体は大文字で表して、この A という行列はこの AIJ を成分に持つ行列ですよっていうことで、 AIJ を小文字で書いて括弧でくくって、これで行列というふうな書き方をします。で、場合によってはこの行 I が1から M の範囲で、列 J が1から N の範囲ですよというようなことを書く場合もあります。ちょっとですね、この説明、大学以降は以上以下の統合は一本線のことが多いとか、ちょっとかなり余計なコメントがありますけど、これは昔オンライン授業になった時の数学リテラシーを担当した時にこういうスライドを使ったのでちょっと流用しました。あの時も結構大変でした。皆さんも大変だと思いますけども。で、あと行列の略記法としては、まあ、一般の M 行列の場合には A イコール括弧 AIJ と書いて、まあ、I が1から M、J が1から N って書くのがまあ一番正しい書き方なんですけれども、 N 次正方行列だと、まあ、I と J 一緒ですから、 I と J はともに1から H 以上 N 以下っていうふうに略する場合もありますし、あともう行列の行数列数分かってるから書かなくてもいいよっていう形では、単に A イコール括弧 AIJ と書いて済ます場合もあります。ですので、まあ、状況に応じて使い分けてください。あと、行列全体の集合っていうのもしばしば扱うので、そういう記号も定義しておくんですけれども、一応この教科書では K の弦を成分とする M 行 N 列行列全体になす行を M のラージ M の MNK と書いたりとか、ラージ M で下付きで MN と書いて K と書いたりすることもあります。で、正方行列ですと、まあ、行数列数どっちか1個だけ書けばいいですから、 M の NK とか、あるいは MN の K というふうに書く場合もあります。また文脈からですね、この対 K が明らかな場合はもう K も書かずに、ラージ M の MN と書いたりとか、ラージ M の M と書く場合もあります。まあ、今後いろいろ書き方が出てくると思いますので、出たときに戸惑わないようにしておいてください。それからと行ベクトル、列ベクトルですね。この MN 行列に対して、その第何行かを、第I行を取り出してきたものを、A の第I行ベクトル、それから第J 列を取り出してきたベクトルを、第J 列ベクトルというふうに呼びます。あと、実行列、複素行列という言葉も一応ありますので、確認しておきますと、この行列の成分がすべて、例えば実数である場合は実行列、あるいは成分がすべて複素数である場合は複素行列と呼びます。それからと、ゼロ行列という言葉もあります。これはすべての成分がゼロの行列を、まあ、ゼロ行列と呼びまして、でこれはそうですね、ゼロの MN、M 行 N 列の時に、まあ、わざわざその行数列数を書くときには、O か、O のラジオですね、ごめんなさい、ラジオの MN と書いたり、あるいはただ単にラジオと書いたりする場合もあります。教科書のフォントを見て分かると思うんですけど、数字の0とは異なりますので注意してください。で、次、対角成分ですね。これは N 次正方行列で定義されるものなんですけれども、N 次正方行列のまあ、I 行 J 列の成分ってあるんですが、これ I 行 I 列の成分ですね。I 行 I 列の成分、まあ、こういう斜めになっている I 行 I 列の成分のことを A の対角成分と呼びます。それを使って単位行列っていう定義をするんですけれども、対角成分がすべて1で、残りすべての成分が0の N 次正方行列を N 次単位行列と言いまして、まあ、EN と書きます。N は下付き数字、下付きの文字ですね。あるいは文脈からもうこれ N 字だって分かっているときには、もう N も省略して E というふうに表す場合もありますので注意してください。それからあと、クロネッカーのデルタという記号があります。
これは自然数 ij に対してデルタの ij をこういうルールで定めますというこういう記号なんですね。i と j が等しい場合にはこのデルタの ij は1と置きますと。で、i と j が等しくない場合はこれを0と置きますと。これはクロネッカーのデルタと言います。ちなみにクロネッカーというのは数学者の名前ですね。で、一つポイントとして n 次の単位行列っていうのはクロネッカーのこのデルタっていう記号を用いて en イコールデルタの ij というふうに表すことができます。これはどういう意味かというと、i と j が等しいところだけ1ですよと。それ以外の成分は全部0ですよっていうことを、この記号で表すことができるというところで確認しておいてください。で、行列の相当ですね、等しいっていう定義なんですが、この mn 行列が等しい、a と b が i 等しいというのは、その各成分がそれぞれ等しいということを言います。でこの時、まあ、皆さんよく分かっていると思いますが、A イコール B と書くということです。まあ、当たり前のことをずっと言ってきてますけれども、じゃあ、それ、例えば等しいってどういうことって言われた時に、こういうことをちゃんと説明できるようにしておいてください。で、ようやく行列の加法に来ました。A と B をそれぞれ MN 行列にするときに、この A と B の和というのは、このそれぞれの成分の和からなる行列ですね。これを行列の和とします。で、これをですね、先ほどの逆記法で表すと、この行列 A プラス B っていうのが、この AIJ プラス BIJ からなる行列ですよっていうことで、こういう書き方ができますので、これもちょっと確認しておいてください。あと、スカラー倍ですね。スカラー倍も、MN 行列 A と、それからスカラー C に対して、この IJ 成分が AIJ の C 倍であるような行列、これですね、各成分を C 倍した行列を、A の C 倍と呼びます。先ほどの逆記法ですと、こういう形で表すことができます。あと、マイナス A のマイナス1倍をマイナス A で書くとかですね、それから A とマイナス B の和を A マイナス B で表すということもちょっと注意しておいてください。大体ここ、あとこれが今日最後なんですけれども、最後のスライドですけれども、A と B と C を MN 行列として、R と S をスカラーと K、体系の元とするときに、まあ、こういった性質が成り立つと。大体先ほどのベクトルの時のような似たような性質がいろいろ成り立つので、一応これはちょっと各自で確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。はい。ということで、今回は、平面ベクトルの幾何的な意味内積について扱いました。それから複素数の定義と N 項数ベクトルについて確認、いろんな定義、用語の定義を確認しました。あと行列の演算として、まあ、加法やスカラー倍について確認をしました。次回ですけれども、行列の乗算から始まって、この第一章の最後の方まで行く予定です。まあ、行列の乗法、積やの結合法則、分配法則、それから点地行列や特殊な行列、行列のブロック分割や整数行列ということで、まあ、今日はちょっと定義ばかりになってしまいましたが、次回は少しこう大学の数学っぽい証明も出てくると思いますので、ご期待ください。あんま期待してない人もいるかもしれないけど、まあ、よろしくお願いしますということで、まあ、必要な人は予習をしておいてください。よろしいでしょうか。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。